ただいまの試合は3対0で鈴鹿アンリミテッド FC の勝利となりました。勝ちました鈴鹿アンリミテッド FC は8月8日土曜日、この勝ちをきまして第1試合の勝者ティアティン・ミエと決勝戦を行います。キックオフは14時3分の予定です。決勝戦の模様は、